大島幹事から1933年4月24日は、日本の弁護士、政治家、衆議院議員、埼玉県北足立郡浦和町長、非全国高木郡道崎村で、佐々木竜丹の三男として生まれ、大島命の養子師となる、長男寮、村上富津さんから官石を学ぶ。その後、長崎の競林館で英称を学んだが、 学費の苦面のため長崎本国理院となり、入国中の丸山桜と吉見を通じた。1875年、丸山の密書を持参して上京し、職を転々としながら丸山の動きに備えていた。丸山の陰謀がやむと、東京の茂松法学者で法律学を学び、1880年、大元人試験に合格して、1882年、浦和町に、 事務所を開設した。その後、埼玉県大原人組合会長、埼玉県会議員、同議長を務めた。県会では、河川堤防の整備に偏っていた土木政策に対して、道路整備の必要性を訴えた。1898年3月の第5回衆議院議員総選挙に落選後は、政界から退き、1900年に、 浦和商業銀行の設立に参画して、専務取締役に就任し、その後、頭取となり、埼玉伝統社長も務めた。1912年5月、第11回衆議院議員総選挙に、埼玉県軍部から立憲政友会所属で出馬して当選し、衆議院議員を一期務めた。また、1899年に、第2代浦和町長となり、 その後も二度同町長を務め、旧西浦和高等学校の設立に尽力した。また、免収保護に取り組み、1890年、有志と埼玉事前会保護院を設立して委員長に就任。一旦事業を中断するも復興して、事業を継続し、埼玉事協会と解消した。ありがとうございます。